こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。吉田さんの音声結構聞こえるようになりましたね。無料アプリじゃないわ、有料アプリですか。いいですね。他の方にもよく聞こえてるんではないかなと思います。まあ感じてもね、言わなければ伝わりませんので、自分の感じたことはどんどん伝えていきましょうという例の一つですよね。音声に対して不自由を感じてらっしゃる方結構いたと思いますんで、今だからね言えるんですけども、聞き取りにくかったと思うんですよ。今はすごくいい感じだと思います。ありがとうございます。で、発信する人っていうのはね、まあもっと前から言いましょうか。ネットビジネスというものを、情報発信で利益を上げている人、そして、メディア運営とかね、こういうふうな YouTube の発信で生計を立てている人っていうのはどういうレベルなのかってことをお話ししましょうね。情報戦国時代っていうのはとてもいい例えなんで、まさにその通りだなと思います。まずはね、発信する人と発信しない人、どっちが有利かっていうと、圧倒的に発信する人なんですよ。発信しない人って結局誰にも分かってもらえないんですよ。やっぱり感じたことを伝えることって非常に大事ですね。感じてるんだけども伝えずに、伝えてもしょうがない人に愚痴という形で伝える人多いんですよね。まあ、これはね、なかなかね、人生は買い取っていけないかなと思います。まあ、ですので、発信する人になった方がいいかなと思うんですよ。じゃあ、どこまで発信する人になればいいかっていうと、これはね、自分の求めるレベルまでですね。まずは、影響力が出るまで発信できるかどうかっていうところが一つですよね。影響力が出ていくと、例えばね、コメントをいただいたりとか、グッド評価とか低評価をいただけたりっていうふうなことが起きるんですよ。だから、これが影響力ですよね。もしくは、その自分のね、発信したものが他にシェアされるとかね、これも影響力が出てきたってことなんで、こういったことが起きてるかどうかっていうのを自分の発信の後に確かめていくってことが大事かなと思います。その次はですね、発信を繰り返して影響力が出て、その次のレベル、収入が出るまでね、何がしかの利益が出るまで、発信を続けていくってことになりますけども、ここはですね、発信した内容に自分の商品が紹介されてないと売り上げの上がりようがないんですよ。まあ、ですので、きちんと自分の商品を決めていってですね、無料の商品、低価格の商品、そして高額の商品という少なくとも3つは設定して発信していくべきかなと思いますよね。その次はですね、それが暮らしを支えるまでの収入になるぐらいに発信しているかどうかということになります。自分の暮らしですね、例えば毎月20万とか30万の利益が手元に残るぐらいの発信と、それから商品とね、影響力を持っているかどうかということですよね。ここまで行く人ってのはほとんどいないですよね。というのが、そういうことが起きるなんて最初から花からね、自分に対して信用してないわけなんですよ。でも実際にそういうことが起きているっていうのは、我々はいろんな意味でね、確かめることができるんですよね。まあ、テレビ局に勤めてる人っていうのもそうかもしれませんし、タレントさんっていうのもそうかもしれませんしね。とにかく発信することによる影響力っていうのは、受け取ってる人が感じてるよりもバカでかいんですよ。全く異世界です。YouTube ってものを通じて、ブログってものを通じて、それから Twitter ってものを通じてですね、自分の人生を丸ごと買い取った人の例っていうのはもうね、皆さん飽きるほど聞いてると思うんですけども、自分がなれるとは思ってないし、自分がなろうと思ってないんですよね。非常にもったいない暮らしだなと思います。さあ、次のレベルなんですけども、その情報発信をすることに関してですね、自分の人生を買い取れるぐらいの、その影響力を持つってこともできるんですよね。私見てないんですけども、はじめ社長って方がいらっしゃって、サムネイルだけ見たんですけども、なんかランボルギーニを時速300キロで、なんかね、スピード疾走するみたいな動画があるみたいなんですよ。私再生してないんですけどね、あんまり流行り物がね、私のこう感情に訴えかけるものってあんまりないんですよね。やっぱりこうニッチ好きなのかなと思いますけども、まあ、あんな感じでですね、明らかに自分の人生を20代で買い取っちゃうぐらいの発信をする人もいるわけなんですよ。影響力を及ぼす人もいるわけなんですよ。やっぱりね、20代30代がそういうふうにね、結果を出している中で、40代50代がもう手ぐすね引いて待ってるというかね、逆だな、手をこまねいて待っているか。そういう状況ってのはどうなのかなと思いますよね。本当、私たちの方が、40代50代の方が人生有利なはずなのに、ますます不利になっているっていうのはね、どんな生き方をしてんだっていうことになってきますんで、実はそういうね、まあ、言ってみればしょうもない生き方をしてしまったってことを発信するのも一つの手なんですよ。なんかピロヤンって人がね、日々の日常を発信してますけども、すごい人気ですよね。あれ、なんか山もないし、意味もないし、オチもないし、何の学びもないんですけども、見ちゃうんですよね。なんかね、あれはどういう意味があるのか分かんないですけども、人気なんですよね。そしてですね、やっぱり情報の相対速度ってあるわけですよ。吉田さん言われてました、私ニュースを察知すると、それをフェイスブックに載せるわけですよ。でもニュースを察知する能力がない人、私をベンチマークするだけで最新のニュースに触れることができるというね。まあ、ですので、私が第一情報になりうるわけなんですよ。プラスですね、次は影響力を出すためには解釈の力なんですよね。影響力を出すためには情報の相対速度って言って、この人のタイムラインを見れば、まあ、一応のニュースは出てくるなっていうふうな相対速度をつかむのと、もう一個は解釈の力です。一つの現実に対して自分がどう考えるのかってことがユニークであればあるほど影響力を及ぼすことができるんですよね。まあ、例えばね、ある人を信じてますっていうふうな言葉を発した人がいますよね。
A さんが B さんに対して、私は B さんを信じてるんですっていうふうに言いますよね、うん、でも B さんっていうのは、じゃあ明日世界が破滅しますよって言ったら A さんは信じるかどうかなって言ったら、多分信じないと思うんですよ。まあそういうふうにして信じるって言葉の脆さっていうものをこうやって表現していくとかね、例えていくとかっていうのも解釈の力なのかなと思いますけどね。これからの情報戦国時代は相対速度で勝つのか、それともね解釈の力で勝つのか、このどちらかだと思いますけども、情報のスピード、もしくはその解釈の力ですか、影響力を及ぼす、その道に進むときに、あなたは一体どっちに進むでしょうかってことですよね。で